金プリ脱退、異例の23時発表の裏でマスコミにかけ巡った疑心暗鬼の5時間、11月ベストスクープ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2022年11月で最も反響の大きかったスクープを再掲載。11月4日、ジャニーズ事務所は、 キングピンス、キンプリ、メンバーの平野市要25、岸裕太27、神宮寺裕太25の3人の退場を発表した。3人は2023年5月22日をもってグループを脱退する。平野と神宮寺は脱退と同時にジャニーズ事務所を退場し、岸も2023年秋に退場する。 残る高橋海人23、長瀬恋23はジャニーズに残り、キングピンスとして活動を続ける。今回の発表は23時過ぎという夜の遅い時間に行われた。このことについてジャニーズ事務所は公式サイトでこう記している。この度のご報告につきまして本日23時という大変遅い時間帯でのお知らせとなりました。 こと深くお詫び申し上げます。当初、明日11月5日のかるべき時間帯に皆様へのお知らせを予定しておりましたが、準備を進める中で憶測による情報が先行して流れる可能性がございましたので、急遽お知らせするタイミングを早めることといたしました。そして、本日に設定する上で、 キング・アンド・グヌスが出演するテレビ番組の放送時間を考慮した結果、23時という時間帯を設定するに至りました。長年、マスコミ業界に携わる関係者はこう話す。今回の23時過ぎの発表というのは驚きました。 先日の滝沢秀明氏のジャニーズ事務所退社の際もそうでしたが、新聞長官の時間帯に情報解禁となることが非常に多いんです。今回の発表は異例の形だったと思います。さらに、ジャニーズ事務所のコメントにもあるように、この日は21時からミュージックステーション、テレビ朝日系にメンバー全員が生出演。 22時からは平野主演のドラマ、クロサギ TBSK が放送されるとあって、業界内では動揺が広がっていた。夕方18時頃には情報をキャッチしましたが最初に耳にした時にはこんな日に発表されるわけがないとしか思えませんでした。ただでさえ、テレビ楽曲で毎日のように登場している人気絶頂の彼らですからね。 局内でも、おいそれと事実確認をすることさえはばかられました。実際に話を聞いても、そんなことは聞いてないという人もいれば、どうやら本当らしいという人までいて、5時間近く疑心暗鬼のまま過ごしました。テレビ局関係者。別の理由から、脱退情報を信じられなかったマスコミ関係者もいた。 金プリはジャニーズの中でもトツの中の良さを誇っていたんです。最近では10月9日に決勝が行われた F1 日本グランプリに金プリメンバーが来場したのですが、その現場には2021年3月末に脱退、退場した岩橋、玄樹、君がいたんです。 サーキット場から見上げて、スタンドにいる岩橋くんを見つけるなり、5人は手を振って岩橋くんを含めた自撮りをしようとしたり、後には6人で写真撮影をしたりしていたほど、もともとデビューの際にも平野くんが6人一緒にデビューしたい、とジャニー北川さんに自家判したのは有名な話です。なので、金プリの5人がバラバラになるとは全く思えなくて、 発表が出ても、にわかに信じられない決断であることは間違いない。芸能担当記者はこう話す。たまたま滝沢さんの退社と近い時期の発表にはなりましたが、それと今回の3人の退社は関係ない話だと聞いています。しかし、未だになぜこういう決断でまとまったのかはわからない。業界内は激震ですよ。 退場する三人は、元スマップへの三人が、新しい地図を作ったように、辞めてからはキング・アンドプスの曲を歌うこともできなくなります。ジャニーズ側も、ここまでの人気タレントを簡単に手放したくなかったでしょう。いずれにせよ、予期せぬ非常事態を象徴するかのような、23時発表、だったのだろう。スモートフラッシュ2022年11月5日掲載。 スモートフラッシュ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。